とう。隣で横になってもいいかしら。ああ別にいいけど、今日は疲れたもんな。ありがとう。キリトもお疲れ様。相変わらず大したプレイスキルだったわね。そんなことないさ。シノンの遠距離射撃がなければ勝てなかったよ。それはまあ、それが私の役割だから当然よ。もともと ALO では弓矢を装備してたからね。遠くの標的を狙うのが得意だって知ってるでしょ。でもさ、ファンタジー世界での遠距離とシューティングの遠距離とじゃ比べ物にならないだろ。そうね。でもどうしてかしら、こっちの方が距離はあるはずなのにむしろしっくりくるのよね。 ALO だとケット師としての種族の特徴で視力が良くなる効果があるじゃない。だから ALO では言うほど距離を感じないのよね。だとしたら GGO の方が標的がより遠くに感じられて難しいんじゃないのか。なんていうのかしら、レンズ越しに見る景色の方がリアルに感じられる、そんなところなのかしら。そう考えると GGO って私向きの世界なのかもね。そんなもんか。なんか的を絞ってることを想像してたら目が疲れてきちゃったわ。そういう時は目を閉じて休ませるのが一番いいのよね。ああ、時間が来たら起こしてやるよ。ええ、助かるわ。